極の時短レシピ生説。イエーイ。ありがとうございます。はい、ラボラボです。高です。京介です。ジャオです。ゆうきです。はい、皆さん普段料理してますか？はい、そこそこ、まあ、お弁当作るしかしてない。毎日弁当作ってるんですか？はい。皆さん多分忙しい中で、ね、なかなかこうお料理する時間もないと思うんですよ。ないと思います。で、巷には今こう時短レシピと言われるものがいっぱいありますよね。はいはいはい。レンジでチンするだけでできますとか、ちょっと炒めるだけで5分でできますみたいな、はいはいはい、そういうレシピがたくさんあると思います。でももっと時短できるんじゃないかと私思いまして、時短を極めたら生で食べるのが一番早いんじゃねと。いや、ちょっと待ってくださいよ。僕は思ったわけですよ。時短を極めたら食べないのが一番早いですから。それはそう。だから今回は2チームに分かれていただいて、はい、食材を、まあ、皆さんにお渡しします、うん、でこのレシピを作ってくださいっていう形でお渡しするんで、1チームはそのレシピ通り時短で作ってください、うん、時短で作ってできたら食べてもらいます、うん、生チーム用意スタートからもう食材を食べてください。うわうわ、生チーム何だってな。やばすぎ。全部食べ終わったタイミング、はい、どっちの方が早いのかというのを検証したいと思います。あーね、なるほどなるほど。で、今回使う食材今並べてます。これで、はい、3品の料理をご提案しますので、はい、お料理発表しちゃいましょうかね。はい、はい、楽しみになろう。はい、本日の献立1品目、野菜オムレツ。おうわ、オムレツ。2品目、ナムル。ナムルね。ナムルね。3品目、はい、味噌汁。おっていう3品でいきたいと思います、うん、はいはい、というところで、はい、チーム分けを発表したいと思います。はい、チーム分け決まってんの？ちょっと待ってジャンガチが生じゃない方とかじゃないんだ。もう決まってんの。料理チーム、はい、1人目、ゆうきさん。よし、やった、やりました、勝ちです。これは生チーム1人目、京介さん。まあ、いけるやろ、人参1個。いけるいける。いや、いけるよ。さあ、いけるけどさ生チーム2人目。うわ、うわ、頼む頼む。マジでいいや。高高さん。まあ、順当順当。勝った順当。チョリチーム2人目は死ぬ。いやー、美味しくしましょう。というところで、はい、これはね、早く完食した方が、まあ、勝ちなので、うん、過程はどうでもいいです。結果です。なるほど。この世の中を。はい、では、1品目、野菜オムレツ。はい、こちら、使用する食材がですね、はい、卵。はい。と冷凍のミックスベジタブルがございます。冷凍の、はい、で、ケチャップで味付けですね。はい、じゃあ両チームに卵2つずつとベジタブルお渡ししますので、はい、ブラボリーということで、はい、1品目、はい、卵オムレツの準備が整いました。はい、じゃあ順番に意気込みをお伺いしましょう。では調理チームいかがでしょうか？こんな余裕ですよね。ケチらしたるわ。調理時間何分？3分でいきます。3分でいきます。はい、調理3分、食べるの2分。いきます。1品目、よーい、スタート。よっしゃー、いけいけ。じゃあ卵割ってください。はい、あ、意外といける。うん、いけるわ。美味しい。うまっ。いけるわ。うまっ。ごま油でいきます。火をつけます。ケチャップ塗れへんの？あ、忘れてた。一気に入れていい？うん、卵いただきます。食べた。え、オッケー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 。ごちそうさまでした。やっば、卵は言うてられへん。そんなこと言ってない。食べますよ食べますよ。あ、でもうまそう。遅いっすね。めちゃくちゃ遅いね。せーの、完食。はい、遅すぎる。ということで、はい、1戦目、結果を発表します。はい、調理チーム、完食までの所要時間5分25秒。おお、5分かかったよ。すげえ、でも5分いけるんだ。5分で完食までいけてるからね、だいぶ時短でしたね。はい、続いて、生チーム、完食までの所要時間1分54秒。早すぎ。よし、早すぎ。はい、見たい見たい、はい、その素材見たい。ということで1戦目は、生チームの勝利。よっしゃ。じゃあこれで一ついいですか？ケチャップ万能。ケチャップそのまま入れてたの口に。嘘。時短できたんで本来の目的は達成しております。はい、
続いて2品目の準備をしていきます。はい、はい、ナムルというわけで、はい、2品目ナムルご準備が整いました。ちょっと気づいかもしれない。野菜あれらしいで、野菜って茹でたりとかしたらその分うまみとかその栄養分抜けちゃうから、生で食べるのが一番栄養分満載らしい。マジで。じゃあもう生で食べることいいことしかないやつ。確かに。そう、時短もできるし栄養も逃さない。2戦目いきたいと思います。はい、はい、よーいスタート。いただきます。いただきます。人参の千切りからいきます。お願いします。できないです私。はい、今回ポイントがね、調理チームは、ね、今から切って、うん、加熱しないといけないっていう、さっきと比べて工程がね、もう一段階多いので、うん、そういう意味では、ね、生チームちょっとアドバンテージ。あれうまいぞこれ。ほら千切りが下手。大丈夫。これやっぱごま油と塩じゃない。うん、確かにその組み合わせ美味しいかも。普通にマジもやしまずすぎるんですけど、もやしありえんぐらい硬い。もやし硬い。もやしマジでびっくりするぐらい生臭いというか青臭さ残ってる。はい、じゃあチンしていきます。はい、吐いたら反則負けよね。吐いたら反則時短になってないんで。全然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 。はい、3分いきます。はい、このタイミングで調理チームが帰ってきます。まだちょっと若干生感ありますが使います。トントン。ごちそうさまでした。では、調理チームいただいちゃってください。はい、時間長くなるぞ。いただきます。気になるな。マジ合計して何分差出てるか、うん、何分俺らが得してるかまでちょっと見たいですもんね。うん、おいしい、おいしい。決しておいしいって言わんといて。うん、OK、ごちそうさまでした。ありがとうございました。2チームとも完食、お疲れ様です。はい、どうですか、自信のほどは。めちゃくちゃあります。めっちゃあります。はい。結構早めに食べ終われたんじゃないか。2戦目結果発表します。はい、まずは調理チーム、はい、完食までのお時間、はい、8分2秒。結構かかったね。やばい、遅刻や、ね、遅刻した、遅刻したわこれは。生食チーム、はい、時間6分52秒。うわー、でも6分かかったんや。疲れ、よく頑張りました。続いてでは3品目のご準備いきます。はい、ということで、うん、ラスト3品目はお味噌汁ですね。はい、お味噌汁。お味噌と乾燥わかめとお豆腐とお湯、こちらでお味噌汁を作っていただきます。お湯もらえるんや。あ、はい、あのお味噌汁作る上ではこういけばよくね。いや、あのそれは調理に当たるのでダメですね。入れるだけで調理っていう。わかめ入れて膨らますとかもダメ。あ、調理に当たる。やば。最後頑張ってください。はい、はい、3品目お味噌汁、よーいスタート。いただきます。いただきます。最初飲もうぜこれ。オッケー。これ普通に熱いから気をつけてな。無理。水入れていいですか。おいおいとか。あ、まあまあそれはいいでしょう。これは調理ではない。それは調理じゃないです。豆腐を細かく。え、味噌をつけるのは。あ、それは調理じゃないです。あーし、何があったやね。やべーよ、あの人の怖い。基準わからんな。15倍に膨れるんでしょこれ。そうです。怖いって。乾燥わかめ怖いって。死因になりうるって。これこれ死因になりうるって。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いただきます。いただきます。豆腐冷た。豆腐冷た。こっちの方が冷てえわ。ふざけるんだ。さあ皆さん時短してますね。いいですね。ほら間に合うペースですよ。うまっ。中々さんごめんな。ごめんな、ごめん。おごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、で、やばいかもしれん。その中で膨れてきた。え、やばいかもしれん。本当にムクムクしてる。はい、では、味噌汁の結果発表します。まずは調理チーム、完食までの所要時間2分54秒。え、早っ。遅れへん、遅れへん。いや、マジもうその電車あと2分ですよ。電車あと2分ですよ。のチームは電車あと2分のチームは、はい、ってないです。では、あと2分でしたよ。一方で電車まであと2分の生食チーム、うん、完食までの所要時間2分42秒。はい、間に合ってない。間に合ってないやん。何それ、間に合ってないやん。どういうこと。
なんで遅れたんだって、なかなかさ、こう上司とかね、あの先輩に怒られて、なんて言いましょう。味噌汁生で食べたんですけどね。いや、言い訳歌、組子って言われて、すごいなんか首が。では3食ね、あの完食しておりましたので、うん、あの一旦ここで、じゃあこの企画は終わりと言いたいところなんですが、はい、え、はい、究極の時短料理といえば、うわ、おお、こちら、あ、締めはラーメンと、はい、おいしそう、久しぶりに食べる。いただきます。では、本当の最後のね、はい、締めいきたいと思います。用意スタート、いただきます。さっきの左右の音、あ、でも普通にお菓子のいい音がする。これ、これ昔 UFO でやってたよ。 UFO でやるやつ、うん、おんの、あれってさ、味なくない、締めんじゃね。そう、どう、ただなんかその、お菓子のやつに比べて醤油というか辛みがちょっと濃い気がします。辛い、辛いですと。さあ、これ結構互角の戦いですね、今。だから左右なんや、食べたわ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どっちが早く食べ終わるのか。わあ、頼む、頼む。俺らやってくれ。こっち。意外と。はい。はい、そうでした。ということでね、あの最後の締めも完食無事いただきまして、お願い。では結果発表していきたいと思います、うん、まずは、調理チーム、うん、はい、完食までのタイムが3分45秒。早っ、早くない、できる前に、できる前に食べてるの。調理後じゃなかった可能性が出てきました。はい、審査員、調理中の可能性があります。実質生で食べてる可能性があります。だって、だって湯の中に入れてるんですよ。調理という工程がした、うん、調理中に食べてる可能性があります。みんな目怖いよ。だよ、だって油通しと入れてるよ。こっちは油通しとるんで。普通さ、ラップかけてさ、最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょ、あいこでしょ。注文も出してる。余裕が、もう実質生で食べてる可能性、実質生で食べている可能性があります。そう、可能性があります。あります。生食チームは3分9秒。あ、全然早いよ。しげおさんが猫舌だったということは、調理せずに食べた方が良かった、つまり今後は生食で行った方がいいとい う、あの意見ですかね。プレイヤーチェンジ、第2回プレイヤーチェンジ、一回こっち逆でやってみますね、次。いや、親ブロック、親ブロック NG じゃない、親が生 NG なんですかということでね、はい、あの皆さん、ここまでお腹いっぱいになりましたかね、ご飯美味しかった人、はーい、はい、そうだろうよ、これ。まあでもね、あの今回の検証はこう究極の時短レシピを編み出すというところでしたので、はい、それでいくとね、圧倒的にやっぱり生食チームの方がね、時短で無事、あのね、時間間に合いましたと。はい、ということでね、あの視聴者の皆様も、あのどうしても急がなきゃいけない、間に合いそうにないという時からね、ぜひ生の食材をガリガリかじっていただくのがいいかなというところが、ペラボリからのこう結論でございます。はい、はいはい、この動画が良かったと思う人は高評価、ツイッター、インスタ、TikTokやってます。チャンネル登録もちろんしてるよね、しようね。サブチャンネル、裏盛りって言うんだ、捨てね。外国の映画みたいな展開が。ネクスト動画でもお会いしましょう。訳しきれてない。それじゃあまた来週、バイバーイ、バイバーイ。